大正時代の洋画家のヨロズ・鉄五郎が1917年に描いた持たれて立つ人という作品をご紹介したいと思います。ヨロズはこの作品で人が自分の体を支えることというのに関心を持ってそれを表現しようとしたというふうに言っています。で実際に絵を見ながらそれがどういうふうに表現されているのかというのを説明してみたいと思います。 まずこの絵の中で一番最初に目が入るのは他の体の部位に比べてすごく大きな頭だと思うんですけれども。 頭がまあ大きくて重いっていうのとそれから画面の上の縁がこういうふうに頭を押さえつけてることによってえ頭が上半身の中にも陥没するぐらい大きさと重さを感じると思うんですがその頭がこの左下の方向に落ちてってるっていうのが分かると思うんですがでこの左下に落ちてってるその重さ力の流れみたいなものを この右腕っていうのが支えようとしているわけですがこの右腕と頭の間に挟まれているのが右胸ですがこの丸い右胸っていうのが間に挟まれることによってえこう楕円形につぶれながら今度は右下の方に落ちていっているというのが分かると思います。 でこう落ちてきた力の流れっていうのを今度は右胸と同じまん丸がまたここに見えると思うんですがこれはまあお腹ですねお腹とおへそなんですがこのおへそお腹の部分っていうのは少し上の方からこう見た丸でつまりお皿のようになってるわけですがでこの上から落ちてきた力の流れをまさに受け皿のようにしてこの人間のお腹であるこの丸が受け止めてるっていうのが見て取れると思います。 でこの力がここに来たものっていうのはさらにこの右足と左足がこう三角形の矢印みたいな形を作ってると思うんですがこの矢印の流れに視線がいざなわれるようにして最後この地面っていうか足のところに到達するというふうな作りになって それによって、えー、重さっていうものを人間がどういうふうに自分の体の中で、えー、力を右に逃がしたり左に逃がしたりしながら、えー、支えているかっていうことが絵の中で表現されている。で えこの体を支えるっていうことに関してこの絵の中でヨロズがもう一つ工夫をしていてそれはえどういうことかというとまあこの女性っていうのはえ対角線上のこの左の上から右の下の方にまあ斜めに傾いた状態で描かれてるわけですね。傾いているんであるとまあ普通に言うと支えがないところにバタンって倒れてしまう。 でもこの絵の中で女性は立っているわけですよねでじゃあなんでこういう風に立っているかというとこの絵のタイトルというのは持たれて立つ人というタイトルですつまり何かに持たれることによってこの女性はバタンと倒れずに、えー、立っていられるわけです、えー、この女性が持たれているのはその現実の額縁なわけですねでその 描かかれているわけですから、この女性は二次元なわけですけれどもこっちの逆にあの額縁の方は3次元私たちと同じ世界にあるわけですね。で2次元の描かれた体があ3次元の額縁に接するっていうことによってこの2次元と3次元の間いうで 教会みたいなものに見ている人っていうのはすごく強く意識がいくわけですね。で、二次元が三次元になる、三次元が二次元になるっていうのはまさにその絵画っていうその表現においてとてもあの根本的な問題です。で、それによって、よろず鉄ゴロはその人間が体を支えるっていうその体の仕組みを表現したと同時にこの絵においては。 絵いうものの仕組みっていうものをヨロズは同時に描き出そうとしていたというふうに言えるんではないかと思います。